よいしょっと。伊豆、このくらいでいいんじゃないの？いや、少しでもたくさん売らなくちゃ。それ、もう一本おまけだ。欲張りね。さあ、行こうか。ウィンダリアの木をお祈りしなければ。おっと、そうだったな。今日も私たちにいい思い出を与えてください。いい思い出だけを。朝は早いな。姫様、いつもの通りですか？もち、海へでも飛び込まなくちゃ目が覚めないわ。
野菜を食って不幸せになったものはねえって評判なんだ。なんたって金剛金材切っての仲良し夫婦が丹精込めて作った野菜だからな。いずもうちょっと早く買えよかった。3日前に喧嘩別れしまってな。今頃気づいたのか。それ次の幸せ探しな。さあどうだ、後で気がついてもなくなっちまったら売れないよ。あ、イズダメよ、これはピラールに頼まれた分よ。もっといけねえ、こいつは水門版のヤモメじいさんに届ける分なんだ。みんなごめんよ、今日も早々と売り切れだ。残念だね。アーナス様よ。アーナス様のお目覚めだ。おはよう、ピラル。置いとくよ。ああ、これで不思議なんだよな。満ち潮引き潮の時にはちゃんと目を覚まして水門の開け閉めをするって言うんだから。前だり。
水も罰してるんだ。それだ、もう一度聞く。今度のことはパロの国王に頼まれたのですね。あ、はい。ジョー、パロがイサを狙っているという噂は本当になったようだ。そろそろ対策を真剣に考えなくては。もうよろしい。その男を牢に入れておきなさい。お願いです。どうかお許しを、お許しを。ジョー、もうこのまま放っておいては危険です。パロはこの太陽と海の健康なイサを侵略するつもりです。昔からお互いに犯さないというのがイサとパロの間の約束でした。それを破ろうというのです。ジョー、兵を用意しましょう。我々市民も協力いたします。しかし我がイサはこれまで戦いを知らずに来た。イサを守るためです。どのような知恵も出てまいります。先に攻撃されたらおしまいです。アーナス、待ちなさい。アーナス、あなたはイサの後継者であることを忘れていないでしょうね。ええ。パロのプリンスと交際中だという話を聞きましたが、このようなことになってきた以上、あなたも行動には気をつけてもらわなくては。市民の信頼を失います。お母様、私とジルはイサとパロを代表して会っているわけではありませんわ。何ですって？お互いにイサの人間、パロの人間と分けて考えるからおかしなことが起こるんです。私たちはもっと自由です。
話す。ジル、あなたはどう思っているの？この間会った時、それらしいことは何も言ってなかったわ。失敗したと？はい。帰る。お前が推薦してきた男だぞ。申し訳ありません。どうも頼れる市民が少なくなりまして。ジルはどこにいる？この際あいつに責任を持たせてイサを奪い取るしかない。噂に聞くイサはまぼえいほど美しく輝いているのだ。一刻も早く我が物にしたい。よし、イサおいで。クック、急げ。入れ。失礼します。プリンスジル、王がお呼びです。残念だが時間がないと言ってくれ。皆様お待ちです。俺は急がなくてはならないのだ。年寄りの暇つぶしには付き合っていられない。それでは私の責任が果たせません。パロには珍しいしっかりした兵士だな、お前は。今に見てろ、イサの女王様が直々に国を危機から救ったこの英雄にご褒美を持ってやってくるぞ。そうなりゃ俺んちのボロ屋はたちまち王城に変わるし、周りにはさながら姫君だ。イズ、いい加減にしろよ。あれからもう4日も経つが気配すらない。それより戦が起こりそうだともっぱらの噂だぞ。どっちがどうでも俺たちには関係ないさ。そうだ、俺たちはうまい野菜が取れればいいんだもんな。夢がないんだよお前は。そうかな。一緒流したろ。ハートだ。どうしてこんなとこに。ハートじゃねえな。よし、いたか、ハト君。どうした？お前も雨宿りかい？こりゃパロのプリンスがイサのプリンセス？言った通りだろ。まあイサのプリンセスとパロのプリンスが恋仲じゃ戦も起こりようないな。まったくだ。
ジル。ジル、早く来て。ここは迷いの森だっていうことを知っているんでしょう。あなたが信じられなくなるわ。ジル。待たせてすまなかった。ちょっと出にくいことが起こってしまって。リサを奪う話に加わっていたから。アーナス、ゆっくり話をしよう。多分こんなことだろうと思っていた。この前お会いした時、あなたは何もおっしゃらなかったわ。俺は何も知らなかったのだ。国の意思決定には何の力もないからな。しかし俺だったらあんなバカなことをするはずがない。イサを海の底へ沈めてしまったら何の利用価値もなくなってしまう。そうだろ。その通りだわ。イサとの信頼を失ってまであんなバカなことをするわけないわね。話す。バーン。冗談をよせ。さあ返すんだ。欲しかったら奪い返すのね。似合わないよ、未来の花嫁さん。せめて俺たちだけでも信じ合うことだ。このところ毎日人目を盗んではイサとパロの使者がやってくるんだ。戦が起こった時に協力してくれと言うんだが、アーナスとジルが恋仲だから心配ないというのは嘘だったのか。もうこのまま放ってはおけない状態になっている。ちょっと長老、いくら俺でもそこまでは責任持てないぜ。静かに。みんな真剣に考えなくてはいかんぞ。いや、物は考えようだよ。
イサとパロなんていう2つの大きな国が俺たちを必要としているんだ。気分いい話じゃないか。しかしよ、片っぽへつけば片っぽから恨まれんだろ。それじゃ知らん顔してんのか。どっちが勝っても後で罰を受けるんじゃないか。じゃあどっちへつくんだ。負ける方へついたら散々だぞ。まあまあ、この先の村には悪いことは起こらんよ。このウィンダリアの木がある限りな。いい思い出だけを残してくれる。ドルイド。おい、ドルイド、集会に来ないのか。イズ、そっとしておいてあげなさいよ。コッシーバンボーに会いに行くんだわ。無駄なことをするよ。いくら通ったって幽霊船の船長は10年間陸の女と会わない約束だろ。昔から彼女から言い出したことだって言うけど、かわいそうで。野菜を作ってるよりいい稼ぎができるって勧めたんだろうが。俺だったらそうだな、戦争でも起こったら英雄になって金銀財宝を手に入れてさ、可愛いマーリンを幸せにしてやるぜ。どうやらイズーの夢物語が出たところで集会は終わりじゃな。なんだ。秋の村の門には呆れるよ。俺の言うことは何でも夢物語だと思ってやがる。でも今のままでいいわ。イサにもパロにもないウィンダリアの木を持っているんですもの。マーリン、先に帰っててくれ。ちょっと用事を思い出した。どうしたの急に。なんか用か。パロのものだ。パロ。この方はパロの筆頭大臣カイル様だ。イズ、いつかの活躍聞いておるぞ。いや、あの程度のことどうってことはないよ。そこでお前を見込んで頼みがあるのだが。え？パロのために働いてもらいたいのだ。いや、ただというわけではない。莫大な財宝が与えられるはずだが、これは挨拶代わりの贈り物だ。いや、まだその…まあ、取っておけ。いいのかな。これに乗って王城へ訪ねてこい。通行証だ。期待してるぞ、イズ。あ、どうも。
ちょっとね、俺も捨てたもんじゃないってことさ。ん？なんだいこれは。ああ、伊佐の大臣が見えて。伊佐の大臣だって？あなたに力を貸してもらいたいって、それを。こんなもの。実はパロも俺の力を借りたいと言ってきた。え？なあマリン、俺は自分の力を買ってくれるところがあったらどこへでも行って働こうと思うんだ。イズ、あなたいつもの冗談でしょ？ね、そうでしょ？マーリン、ちょっとの我慢さ。10年間も会うことが許されない幽霊船の船長になるわけではないんだ。ドルイドのような思いはさせないよ。イズ、ここを離れたら不幸になるわ。あなたも、私も。イズ、悪い夢を見ているんじゃない？このところ毎日夜になると洋服を着出して。そんなに生きたいの？これを持って行って、きっとあなたを守ってくれるわ。こんなものいつ？この間から分かっていたわ。絶対に話さないよ。待っているわ、何年でも。必ず帰ってくる、マリン、約束しよう。
おい、大砲を撃ってみろ。ジル様。騒ぎなんだ。演習でもやってるのか。誰かが寝ぼけやがったのさ。それよりお前、こんなもんどこで手に入れたんだ。俺は大臣のカイル様に頼まれてきたんだ。はあ、そいつはすげえや。けのそんなに戦争が好きならこの戦車を持ってけ。教えてやった通りやりゃ動くぜ。じゃあな。いや、俺は王に会って話を。何、戦いをやめろと？とても戦える状態ではありません。命令があれば一糸乱れず勇敢に戦った兵士というのは過去の幻です。それをもう一度立て直せばよい。お前ならやれるのではないか。俺が？それはいい。パロの再生をプリンスにお任せしたい。ジル、あなたならできます。待ってください。俺はこの戦いをやめろと言っているのです。イサを手に入れるのだ。国王の命令は天の声だぞ。ポンコツ。俺たちもパロへ来りゃいい仕事があると思ってきたんだが、この兄様だ。帰るなら今のうちだぞ。ここは働くところじゃない。いや、俺は大臣から誘いが来たんだ。絶対にいい待遇で迎えられるはずだ。ここの連中は気が立ってる。めったなことは言わんこったな。今に見てろ。
調達も怠りなく、市民兵たちの訓練も順調です。まもなく大型気球が偵察に出発できると思います。ご苦労でした。お母様、お願いがあるのですが。何ですの、アーナス。今大事なお話をしているところです。プリンスジルと結婚させていただきたいのです。何ですって？そうなればイサとパロは一つになります。戦う必要もなくなります。アーナス、ジルとどんな約束をしているのか知りませんが、とても信用できません。私も同じ意見だ。私もです。私もそう思う。何十年何百年も続いた約束でさえ破る国です。お付き合いして大した時間も経っていないお二人の約束などまして信用するわけにはいきません。みんなおかしいわ。いつからこんなに戦争が好きになったの？責任はパロにあります。あれで戦うつもりか。じゃあ遊んでやるか。パロの飛行機だ。Thank you.
マーリン、見たろ、荷物をまとめて避難するんだ。一緒に逃げよう。ありがとう。でも私は村にいます。なんだって？ここは戦場になるかもしれないんだぞ。イズーとの約束です。どんなことがあってもここで待っています。そんなこと言ってて命を失ってしまったら何にもならないだろう。イズーは必ず帰ってきます。約束ですもの。その時私がいなかったら裏切ることになります。マーリン、とにかく逃げ出せるようにはしとくんだ。イズーがいつ帰ってきてもいいようにね。じゃあ俺は家の用意があるから、何かあったら言ってくれよ。ありがとう、トレル。工場は当分使い物になりません。いざの連中め、戦を知らぬと言いながらいつの間にか訓練を。約束など当てにはなりません。奴らはこの長い平和の中で準備してきたに違いありません。戦などに手こずるとはパロの歴史上勝ってない恥だ。ジル。父上、戦いを仕掛けたのはこっちの方です。イサを奪おうなどという野心はお捨てになった方がよろしいと思います。ジル、お前まで腐ってしまったのか。腐っているのは父上のお心の方です。戦った以上勝つのがパロの王に与えられた使命だ。それが分からぬような奴はプリンスとして認めるわけにはいかん。父上。大臣のお誘いがあってお役に立ちたくて来ました。ご覧ください。どれどれ。
変なことをなさいました。たとえ父上とはいえパロの国王です。私たちはパロの人間としてこの罪をただお許しするわけにはいきません。パロの国民として申し上げます。責任を取っていただきます。ジル、父上に代わってパロの指揮を取るのです。あなたは今からパロを背負って生きなければなりません。アーナス様、クックは戻ってきませんね。ゲレビア、どうした？しっかりするんだ。アナス、アナスを呼び。あなたも祈って、早く戦いが終わるように。そうすればイズも帰ってくるわ。怖がるんじゃない。この森が怖いのはお前たちの心の中を映すからだ。市民兵だ。
入れ。女王、残念です。何事だ。一時は優勢でしたが、パロはプリンスジルを押し立ててきました。ジル、パロの兵士は次第にまとまり、とても我々の手には負えなくなりました。このままではイサは。あ、ギネビア。お母様。アナス。キール、市民を集めなさい。私が指揮を取ります。はっ。何を迷っていらっしゃいます。こうなったら戦うことしかありません。そして未来の国王ジル様の援護にもなることです。この男、いつかの水門事件を阻止した男ですが、今度は我々のために一働きしたいと申しております。直ちに出発せよ。成功すれば金銀財宝を屋敷付きで送る。もう一つ美しい女もつけてな。一気に迷いの森を抜けるぞ。兵力ではこちらの方が上だ。恐れるな。まもなく出てきます。姫、迷いの森で撃退できなかった以上、ここが最後の防衛戦ですぞ。全軍二手に分かれて、出てきたところを挟み撃ちにする。
全員を守らせた。ピラール、イズ、大変なことになったな。町の門はどうした？みんな大聖堂へ集まっとる。じいさんも行ってこいよ。ここを守るのは若いもんじゃないと無理だ。俺に任しとけ。そうじゃな。じゃあわしもみんなと一緒に祈らせてもらおうか。うん、頼んだぞ、イズ。ああ、誰が来てもびくともしねえさ。議論の余地はなさそうね。イサはパロに裏切られ、私はあなたに裏切られたわ。アナス、この戦いを一刻も早く終わらせなくてはならない。当然です。まず約束を破ったパロが引くべきです。イサは裏切られた者として一歩も引けないわ。もし亀裂を深めないうちに収めたいなら、過ちを認めて撤退すべきだわ。しかしそれで市民が納得すると思うか。このまま引けばパロが負けたことになる。ジル、あなたは勇気がないの。パロの歴史が俺を押しつぶそうとしているのだ。それでは最後まで戦いますか。
儚いものね。約束なんてこうも簡単に白紙にできるんですものね。ただの言葉遊びだったのかしら。いや、俺は真剣だった。私だってそうよ。浮ついたものじゃなかった。でも今の私たち、あの花火はイズ。はい、あのイズが打ち上げさせているようです。そればかりではありません。もうこれで戦勝から3ヶ月も経とうというのに、市民を集めて大盤振る舞いを続けているとか。とうとうプリンスジルの姿が見当たらなくなってしまったというのに。お妃、いつまであの者を放っておかれるのですか。英雄一人で帰る。お任せくださいますか。好きなようにするがよい。はっ。与えてやれ、みんなにもな。はい。拾え拾え。シャレム、命令だ。神の声と思って聞け。奴を殺せ。もうパロには目障りでしかない。
ずいぶんお早いことで。もうたっぷり3ヶ月も大臣気分を味わったのだ。不満はなかろう。シャレム、シャレム。頼んだぞ。シャレム。シャレム、どうした？イズー様、ちょっと疲れました。疲れた？あまりにも金貨が重くてか、使っても使っても使い切れぬわ。お前の魅力もそうだ。いくら組んでも尽きない泉だ。
ポリポリ、お前生きてたのか。よかったな。どなた？いつ？マーリン、許してくれ。許す？あんなに約束したのに、俺は約束を忘れ、残ったものはこのお守りだけだった。どうしたの、イズ？あなたはちゃんと帰ってきてくれたじゃないの。何もなくていいのよ。約束を守ってくれたんですもの。ありがとう、マーリン。ありがとう。イズ。よく待っててくれたな。もうとても生きてはいないと思っていた。村には一っ子一人見当たらないというのに、お前は。あなたを信じていましたから。マーリン、もう二度とお前から離れないからな。約束する。ありがとう。私、幽霊船が呼んでいるわ。マリ、お前。これで思い残すことはないわ。約束を果たせたんですもの。
お前と離れない。バンボー、船長を代われ。バンボー。イズ、ダメよ。ドルイド。あと半年で10年。それまでバンボーは絶対に船を降りないわ。先の村との約束ですもの。俺が代わるって言ってるんだ、ドルイド。そうすればお前だって彼に会えるんだぞ。いいえ、待ち続けるわ。ずっとここで。やっとあの人の気持ちが分かったわ。マーリン、俺には約束する資格がないかもしれない。でも今度こそ約束するよ。あと半年待って、幽霊船の船長になる。そして死んでいった人の魂を集めながら、お前とずっと一緒に暮らしていくよ。
した。